小林香江さん48歳。この年で夢が始まるとは思ってなかったんですけど、嬉しいですできるだけ本当いつまでも目が見えていて長い間やっておきたいですね。10年前から抱いていた自分のレストランを開くという夢を今まさに叶えようとしています。以前は岡山市の酒造メーカー宮下酒造が手掛ける酒工房どっぽ館で料理人を務めていた香江さん。発達障害がある娘を育てながら時間の許す限り料理に没頭する毎日を送っていました。そんな中、おととし7月、香江さんの目にある異変が。黒いものが見にくい。こう明るいところに持っていったら見えます。ちょっと薄暗いところが見えにくいな、疲れ目かなっていうか、老眼が進んできたのかなみたいな感じで、軽い気持ちで眼科行きました。血を眼底検査しとくみたいな感じで受けたら、あれってなって先生も。なんかここおかしいなみたいです。その時に網膜色素変性症っていう病気ですって言われて。難病網膜色素変性症、徐々に視野が狭くなり視力を失うこともある遺伝性の病気で、有効な治療法はまだ確立されていません。ショックは大きかったですね。もう料理できないのかもしれないと思って諦めつつありましたね。そんな香江さんを救ってくれたのは、共に働いていた料理長の竹永俊秀さんの言葉でした。一緒にやるからやったらいいじゃんって言われて、ああ嬉しかったです。それは諦めてたので、一緒にやってくれるんだったらやっぱやろうと思って。一番頑張ってきてたの見てたんで、そばで、かけるしかないなっていう思いでもうそっちに行きました。同じ夢を持っていた竹永さん、今年1月に独立を決意し、二人三脚でレストランを立ち上げることを決めました。香江さんの一日は毎日デイサービスに預ける娘のアリサさんの世話から始まります。来たよ。前の職場では結構長い時間働いてて、ちょっと子供との時間が取れなくなってしまってたので、今度は自分の時間と一緒に過ごす時間を作ってあげれたらなと思ってます。夢の場所に選んだのは岡山市東区瀬戸町のもともとイタリアンレストランだった場所。家族や友人たちの手を借りながら一から改装しました。天井が違う、まあ、目が悪いから暗かったんですよ前で。電気屋さんだからもういっぱい明かりつけてくれて、明るくしてくれて。この日はランチメニューの試作作り、和食とイタリアンを融合した創作料理がメインです。この日の試作の出来栄えは上々。まだ試作段階なんで90点ぐらい、もっといいの作りたい。こんばんは。こんばんはみんなの優しさが詰まったあったかいお店になったなと思います。半月
ぐらいで頑張ってしたいなと思ってるんですけど、アットホームなお店にしたいです。視野が狭くなっているのは本人しか多分徐々に分からないと思うんで、多分そこを常に思ってたら、まあ、ちょっとしたことでも気づけば助けれるかなとは思うんですけど。店の名前はワ・イタリアン・カエ。竹永さんの提案でカエさんの名前が入っています。お花が好きで花の思い入れが強いので花に変えて名前を付けました。難病と向き合いながらも周りの人と力を合わせて掴んだ夢がもうすぐ花開こうとしています。